加藤和弘は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンターに所属する、長教師、元騎手。1975年に、中央競馬で、騎手デビュー。所属する、日本柳俊夫級者の主戦騎手として2年連続の、JRA 年度代表馬となった法要ーイや、東京優秀に優勝馬シリウスシンボリなど4頭の8、大競争、GI 級競争優勝馬に騎乗、また、 フリーとなってからも、エリザベス女王杯に優勝した北斗ベガなどに起業した。2005年に騎手を引退し、調教師に転身。主な管理場に、オーストラリアの GI 競争オールエイジドステークスに優勝した、ハナズゴールがいる。JRA 元騎手で調教師の加藤氏、津八は長男。他に、息子の一人が、小島太支級者の休務員をしていた。 高崎競馬場に所属していた機種で現在は、金沢競馬場長,長教師の加藤和弘は、同姓同名の別人である。1956年、北海道夕張市に生まれる。父親は、炭鉱労働者であったが、炭鉱業の社用を見越して加藤が、小学2年生の時に、一家で、馬産地である浦川町に移り住んだ。中学時代には、機械体操部に所属し、 地域で有数の選手だったが、将来に騎士を志していたわけではなかった。中学3年時、調教師の日本柳敏夫が騎士候補生を探していたところ、近所の牧場が小柄で、運動神経に優れた加藤を紹介。これがきっかけとなって、中学校卒業後の1972年、馬事公園騎士用成長期課程に第22期生として入所した。 同期生には、根本康弘、佐々木翔三、西園生徒、池添金雄などがいる。騎手家庭終了後の1975年に騎士免許を取得し、日本柳旧社所属でデビュー。初年度は4勝に終わったが、2年目から徐々に勝利数を増やしていく。1980年、旧社所属馬法要防衛に騎乗して、日経賞を制し、重賞初勝利を挙げる。 同年末には同馬で、有馬記念も制し、八大競争初制覇も果たした。同年、騎乗技術賞を初受賞。以後も法要防衛で、天皇賞、車大アイバーで、優秀品馬、アンバー車大で、天皇賞などを、次々と制した。この頃には、加藤は強い馬に乗っているから大レースに勝てている。運がいいだけという表もあったが、野平雄二は、この評価にことを唱え、 最初から強い馬に乗っていたのならともかく、調教と実践の積み重ねで馬を断念する、日本柳旧社の特色に、加藤の努力も寄与しているはずだと反論した。さらにその騎乗ぶりを表して、彼の騎手としての資質の良さは一に、判断力に優れていること、精神的な、したたかさ、渋太さは、波のものではありませんとも述べている。また、場所の西山茂之は、 この頃の加藤を表して、かけねなく超一流の腕を持っていたとしている。1985年の日本ダービーでは、シリウスシンボリに騎乗、それまでに右与曲折があったが、一番人気に応えて優勝を果たした。1989年、日本柳球舎を離れ、フリーとなる。以後勝利数が30勝前後で、安定。1993年のエリザベス杯では、 北斗ベガに起乗して2ヒ品バベガ等を退け、馬場鉄氏によるベガはベガでも北斗ベガの実況で知られる波乱を起こした。以後も毎年重勝を制し、1999年にはワールドクリークで地方競馬の統一 GI 競争、東京大賞店に優勝した。2000年代以降は成績が下降戦をたどる。2003年に息子室八の騎手デビューで、 親子騎手となったが、2年後の2005年に、調教師免許を取得し、同年に騎手を引退した。通算6536,610勝。競馬通信記者の加藤久氏は、旧社所属時代の加藤は、日本柳の方針から、他旧車の馬に騎乗することが極端に少なく、フリーとなって、以後は騎乗馬を集める営業力に欠けたと指摘し、 腕の割に勝利数が少ないと評している。2005年、ミホトレーニングセンターに旧社を開業。初出走は、同年5月28日東京競馬第4、競争のビクトリアスで3着。初勝利は、同年10月29日東京競馬第1競争のアリマエクセレントで、延べ54頭目であった。2012年3月3日のチューリップ賞を、花津ゴールで制し、 重賞初勝利。同馬は、オーストラリア人馬主、マイケル・タバートの希望で2014年から、オーストラリア遠征を行い、長距離助手に転身していた室八らの帯同のも遠征3戦目のオールエイジドステークスに優勝し、調教師としての加藤ともども GI 初制覇を、国外の競争で果たした。加藤が、シリウス・シンボリト1985年のクラシック戦線に臨む際、 同馬の馬所である和田智博が日本柳に対し、騎手を岡部幸男に変えるよう要求したことに橋を発する騒動。シリウスシンボリは3歳時に4戦2勝の成績であったが、敗れた2戦は1位入戦も、車高・深度妨害により失格、スタートの出遅れから追い込み届かず2着という内容だった。和田は加藤はシリウスに乗って一度ならず二度までもミスを、 おかしている。下ろすのが当然だ。競馬というのは強い馬に最高のジョッキーを乗せるのが本来の姿だ。それがファンへの信頼にもつながる。今日本で最高のジョッキーは岡部だ。だから私は岡部を乗せたいと日本柳に迫り、対する日本柳は加藤が岡部に比べて1枚も2枚も身を取るということは断じてないのだから、加藤を乗せる。第1、デビュー前から、 ゲート難のあったシリウスを一生懸命に強制して一人前にした加藤の苦労はどうなるんだと反発した。和田はシリウスを畠山茂の厩舎へ天馬屋させるが、これが同馬の日常の世話を続けた、厩務員に対しても告白な周知であるとして、厩務員組合が和田を休暖する事態となった。折衝の末に、シリウスは日本柳厩舎に戻り、四歳初戦の 若葉賞は、岡部、日本ダービー前哨戦の NHK 杯から加藤、という打協案で合意した。しかしその後もずっとしこりは残り、それが、後の和田の態度につながることとなった。岡部が起乗したシリウスは、若葉賞を解消したが、加藤で望むはずだった、NHK 杯は、脚部不安で回避となり、日本ダービーへは直行となった。加藤は、この日本ダービーで冷静な起乗を見せ、 騒動を振り払っての優勝を果たした。競争後のインタビューでは、自らの好む映画、ロッキー2の主人公に習い、観客の面前で妻の名を叫んだ。和田は風を理由として、競馬場に姿を見せず、競争後には、加藤のスパートは早すぎた、ゴール後にガッツポーズをしたのは安全面へのプロ意識に、欠けるといったコメントを出した。日本ダービーの後シリウスシンボリは、ヨーロッパ遠征を行い、 加藤や日本柳の手を離れることになった。上記の他地方競馬で59戦6勝。主な騎乗馬、カッコ内は加藤騎乗時の優勝重賞競争。八大競争、GI 競争優勝馬その他、重賞競争優勝馬主な管理馬 GI、競争優勝馬その他の管理馬。ありがとうございます。